ダイヤグラムダイヤ改正、小田急電鉄のダイヤ改正、小田急電鉄のダイヤ改正では、小田急電鉄において、実施のダイヤ改正と、輸送体系の変遷についてもべる。本校では、系列会社である箱根登山鉄道の、鉄道線におけるダイヤ改正についても一部記述する。小田急ロマンスカーの運行の歴史についての詳細は、当該項目を参照のこと。また、 駅名が解消された駅については、基本的には、当時の駅名で記述する。開業当時の車両1927年4月1日、新宿駅と小田原駅の間が一部単線で、小田原線として開業し、37駅が開設された。列車種別は、各駅停車と直通の2種類が設定された。各駅停車は、近郊区間にあたる新宿駅から、 稲田上戸駅までの間のみの運行であったのに、対し、直通は、新宿駅と稲田上戸駅の間では、共同駅にのみ停車をし、稲田上戸駅以西は各駅に停車した。開業当時は、直通が45分間隔、各駅停車は、共同駅までが5分間隔で、稲田上戸駅までは10分間隔となっていたが、実際にはそれだけの需要はなく、同年6月には、 直通が60分間隔、稲田上戸駅までは8分から15分間隔に減便されている。1927年10月15日、新宿駅と小田原駅の間の全線複線化が完成したことから新たに休行が設定された。当初は休行、直通とも60分間隔で、両者合わせて30分間隔であったが、これもそこまでの需要がなく、 翌年3月には休行は1日3往復に減便されている。1929年4月1日、大野信号所と片瀬江ノ島駅の間に江ノ島線が開業した。江ノ島線は直通が60分間隔での運行で、この他に不定期休行が1日3往復設定された。1935年6月1日、 週末温泉列車と称する新宿駅と小田原駅を無停車で運行する列車の運行が開始され、箱根方面への観光客輸送にも力を入れるようになるが、戦争の影響により1942年1月、運行を取りやめている。戦争の影響により、1944年11月の改正では急行も廃止され、各駅停車と直通のみの運行となり、 1945年6月には直通も廃止され、全線各駅停車のみの運行となり、終戦を迎えた。なお、戦時中の1941年11月25日から1943年4月1日には、神中鉄道の海老名駅から本厚木駅までの直通運転が行われた。終戦後もしばらくは全線各駅停車のみの運行だったが、 1946年2月、1943年に中止された相模鉄道の海老名駅から本厚木駅までの直通運転が再開され、1946年10月1日には新たに準急が設定された。運行開始当初の準急は新宿駅、下北沢駅、京同駅、成城学園前駅、稲田玉川駅、伊勢各駅に停車した。また、 1948年9月には、準急のうち豪徳寺駅異勢が各駅停車となる区間準急が運行されるなど、優等列車が順次設定された。そして、1948年10月16日には、新宿駅と小田原駅の間を無停車の特急が、土休日限定ながら運行開始となり、1949年10月1日には、 特急の毎日運行と急行が復活した。御殿場線乗り入れのため1955年に登場したキハ5000系1950年8月1日には、箱根登山鉄道小田原駅箱根湯本駅間への小田急電車の乗り入れが開始されたほか、1955年10月1日には、新松田駅構内の連絡線を経由して、 日本国有鉄道御殿場線へ乗り入れる列車が設定され、小田急の車両は静岡県に新たに進出した。この列車は小田急線内では特急扱いであるが、国鉄線内では準急扱いとなったため、特別準急という種別となった。また、有等列車の停車駅にも変化が見られ、1949年10月の休校復活時、休校の停車駅は、 新宿駅、下北沢駅、稲田上戸駅、新原町田駅、本厚木駅、伊勢原駅、鶴巻駅、肌野駅から新松田駅の各駅、小田原駅であったが、1951年4月1日には、急行の相模大の駅停車開始と準急の成城学園前駅制の各駅、1955年3月25日には、通勤急行の運転も開始され、 小田原線内では急行通過の稲田玉川駅への停車と急行の走らない江ノ島線でも運転が行われた。なお、江ノ島線では1959年4月から急行の運転が開始された。1960年3月25日改正と同時に百りヶ丘駅が小田原線西生田駅と柿尾駅の間に開業した。 この頃からラッシュ時の混雑が激しくなっていたため、1960年11月の改正では、朝ラッシュ時の各駅停車に2400型などの加減速性能の高い車両を集中的に運用することで高速化を図り、従来の準急停車駅の内泉玉川駅、北見駅間を通過する通勤準急の運行を開始することで、近郊区間の優等列車本数を倍増させる。 大作に出た。1963年11月には、新宿駅の改良工事が一部を残して完成し、新宿駅の発着線が5000になったのを機に増発を実施している。この時に、東北沢駅での朝ラッシュ自由等列車対比は行われなくなり、ピーク時1時間に30本の列車が運行される、輸送力重視の並行ダイヤとなった。 各駅停車の輸送力増強のため1963年に登場した2600系1964年11月5日、改正では休行の8両編成化が実施され、日中の休行のほとんどが相模大野駅で分割、併合を行うようになった。各駅停車には収容力を増大した新型電車として2600型が投入されている。 通勤準急は準急に統合され、北見駅泉玉川駅間は通過となった。日中には、当時の急行停車駅に、共同、成城学園前、上り戸を追加した、快速準急の運行が開始された。この改正と同時に、江ノ島線急行の本久毛沼駅及び、久毛沼海岸駅の停車が開始されている。また、相模鉄道からの海老名駅本厚木駅間、 直通運転は廃止となった。1966年6月1日改正からは、特急、相模号が、向こう丘遊園駅と新松田駅にも停車するようになった。1966年11月7日改正と、同時に、湘南台駅が、江ノ島線、長後駅と六海駅間に開業した。急行の運転時間拡大による増発が図られ、江ノ島線の急行は、 毎時日本運転となった。また、朝ラッシュ時の準急の8両編成化が実施された。なお、この年には2600系6両編成に2200系2両を連結した8両編成の試運転が行われているが、実施は見送られている。1967年11月改正ではさらに、通勤時間帯の増発が行われ、朝ラッシュ時の急行準急 各駅停車の本数が1、1、1となった。この時、各駅停車は、優等列車を、共同駅で2本まとめて退避するようになった。1968年から、御殿場線直通に使用されることになった3000系、SSE 九1968年7月1日からは、御殿場線の電化により、直通列車についても電車化され、愛称も、朝霧に統一されることになった。 これに伴い、キハ5000系、5100型に変えて 3000KSE 車を5両編成に短縮改造した車両が登場した。同年10月には国鉄で準急という種別が廃止され、すべて急行へ格上げされたのに伴い、小田急線内での種別は連絡急行となった。さらに11月には朝ラッシュ時の上りの通勤急行、準急の8両編成を各1本ずつ増発。 通勤急行を折にも運行。日中の快速準急を大型車の6両編成に変更。1969年11月改正では急行の大型8両編成化が実施された。登場したばかりの5000型を2編成連結した、以外に4000系6両編成2800系2両を連結した編成でも運行された。 1971年4月19日改正では、急行が成城学園前駅に停車を開始したことにより、通勤急行が廃止されるとともに、朝ラッシュ時の各駅停車の優等列車対比駅が変更され、成城学園前駅、共同駅で一本ずつ対比することになった。同年10月のダイヤ改正では、それまで新宿から松田までノンストップだった連絡急行。 朝霧の町田停車が開始された。これは、起動車時代と比較して3倍に増加した定員に、対して利用者数が追いつかない状況となったため、乗車率の改善と同時に、沿線利用者の利便を図ったものである。1972年3月14日、改正では、朝ラッシュ時に限り、準急が共同駅を通過するように、 ユーラッシュ時に限り急行がエビナイキに停車するようになった。快速準急は廃止され、準急に統合された。それまでは朝ラッシュ時には1時間に30本まで増発されていたが、編成量数の増加により1時間に29本に減少し、増発の余裕がなくなっている。これ以後の朝ラッシュ時の輸送力増強は、編成量数の増加が主となる。なお、 1964年に地上3線、地下2線への改良工事が終了した新宿駅であったが輸送力の増加に対応できず、さらに重量編成対応にする必要に迫られたため、1972年から再度大改良工事が開始され、地上3線のみでの運用を強いられることになった。1972年12月18日改正では、 急行は終日エビナ駅に停車するようになったほか、愛光石田駅、大根駅についても急行停車駅に追加された。また、江ノ島線各駅停車の大型車6両編成による運行が開始された。1時間29本の内訳は、急行9本、準急10本、各駅停車10本となった。1977年からは10両編成の急行が 運行開始1974年6月1日改正では、多摩線が開通し、新百合ヶ丘駅、五月台駅、栗平駅、黒川駅、小田急長山駅の各駅が開業した。新設された新百合ヶ丘駅は急行停車駅となった。また、帝都高速度交通営団千代田線の霞ヶ関駅及木公園駅間開業に伴い、及木公園駅と乗り換え可能であった。 代々木八幡駅に、朝ラッシュ時の準急の停車が開始された。1977年7月1日改正では、新宿駅本厚木駅間において、急行の重量編成運転が開始された。1時間29本の内訳は、急行10本、準急10本、各駅停車9本となった。1978年千代田線、直通運転開始1978年から、 急線型が A 段、千代田線に乗り入れを開始1978年3月31日に実施されたダイヤ改正でのポイントは A 段、千代田線との直通運転開始である。同時に、それまで各駅停車のみ停車していた代々木上原駅に急行と準急が停車することになった。本改正により、1974年6月1日より行われていた 平日朝の準急の代々木八幡駅停車は解消された。なお、ダイヤ構成の関係から、千代田線直通準急の内朝の一本目に限り、生田駅百りが丘駅間を通過することになり、小田急車内ではスキップ準急と呼ばれていた。この時から、準急についても重量編成化されている。その後、1979年3月26日、 同年7月16日1980年7月14日と3時にわたってダイヤ改正が実施され、車両大型化、増発などが行われている。1981年新宿駅地下ホーム、使用開始1981年7月13日に実施された改正では、新宿駅の改良工事進捗により、同駅の地下ホームを供用開始した。 1982年箱根登山線直通車両の大型化1982年から箱根登山線に大型車が乗り入れ開始1982年7月12日に行われたダイヤ改正で特筆されるのは箱根登山線の改良工事完了に伴う直通列車の大型化である。1983年3月23日改正では 新型通勤電車である8000系の導入に伴う、主に輸送力増強のダイヤ改正となった。また、それまでた形式との並結運用がなかった2600型にも並結運用が設定され、車両運用の弾力化が図られた。一方で、それまで急行は新松田駅小田原駅間を通過しており、これに接続する各駅停車を設定していたが、本改正では、 小田原駅で折り返しとなる、急行の一部を、か山駅、ふ、水駅、蛍田駅、足柄駅にも停車させることになった。1984年3月26日改正は、同年4月9日の東急電園都市線、中央林間駅延伸開業による乗客像を見込んだもので、江ノ島線の輸送力増強に主眼を置いたものであった。なお、 ダイヤ改正に先立つ1月31日限りで、定期貨物列車の運行が終了。3月20日限りで、小荷物、手荷物輸送も廃止された。そして改正後間もない3月31日限りで、車用品などを輸送するための配送列車の運行も終了となった。1985年3月14日。 改正での列車の増発などは小規模であったが、本改正と同時に、全種別、全列車の列車番号不番法則が、将来の運行管理システム導入に対応して、変更されている。また、本改正と同時に、小田原線新松田駅か山駅に、改正駅が開業した。1986年3月24日、改正では、主に、江ノ島線や小田原線相模王の駅、 本厚儀駅間における朝ラッシュ時における増発が中心となった。本改正から4000系冷房改造車が運用開始となった。1987年3月23日改正は小田原線相模大の異性の増発やラッシュ時のピーク前後の輸送力増強が主な内容となった。なお、急行の愛部大前駅停車は本改正で休日の停車がなくなり、 平日のみとなった。1988年各駅停車の8両、編成化線型を導入することで、各駅停車を8両編成に、増強1988年3月22日のダイヤ改正では、新型通勤電車である線形の営業運転開始と、それに伴う、近郊区間各駅停車の8両編成化が大きく、宣伝された。 また、多摩線についても、車両の大型化と増発が行われた。1989年3月27日改正は、夕方、夜間の急行増発と、準急、各駅停車の8両編成列車の増加が、主な内容となった。また、線形の千代田線直通運用が開始された。また、本改正から本厚木駅に、足柄号のり1本が停車することになった。 なお、本改正に先立つ1989年1月19日限りで、小田急から比例房の中型通勤車両は全廃となり、モノレール線を除いて、すべての車両が大型冷房車となった。1990年3月27日改正での、ポイントは、多摩線の延伸による、唐木田駅開業である。各駅停車は8両編成で運転される列車が、さらに増強された。 また、中央林間駅に急行が停車するようになった。本改正で、朝方の上り一本のみ設定されていた一田駅、由利川海駅間通過の準急は廃止となり、急線系の千代田線直通運用も終了した。1991年、 朝霧号総合直通運転開始1991年から小田急に乗り入れるようになった371系1991年3月16日に行われたダイヤ改正で最も大きく宣伝されたのは東海旅客鉄道五天場線直通列車朝霧号の特急化と乗り入れ区間の延長それに伴う2万系数収益である 1992年3月28日改正では、平日日中と夜間の輸送力増強が中心となり、小田原、箱根湯本発着急行の一部で車両の連結、切り離しが、相模大野駅から、海老名駅に変更されている。また、朝ラッシュ時の輸送力増強策として、重量固定編成の投入で、編成中間の運転台をなくして、定員増に当てている。 1993年3月20日と1994年3月27日にもダイヤ改正が実施された。1993年のダイヤ改正では、新宿駅相模大野駅間における急行列車の増発、朝ラッシュ時間帯に新宿へ到着する各駅停車全列車の8両編成か、江ノ島線で運行される急行全列車の6両編成かが行われている。 1995年3月4日改正では、足柄号の一部列車が本厚木駅にも停車するようになった。また、小田原線新宿駅肌の駅間における重量編成による急行の運転が開始された。1996年3月23日改正では、3万、K、エグゼの収益と同時に、特急の運行体系の変更が行われた。 箱根号として運転していた列車のうちほとんどの列車が町田駅に停車することになったため町田駅に停車しない列車をスーパーはこね号に解消した。また3万系エグゼの収益によって箱根号、足柄号と江ノ島号の並結運転が開始された。これと同時に江ノ島号が大和駅にも停車するようになった。 1997年6月23日改正では、小田原線、北見駅泉玉川駅間の複々線化が完成したことに伴うダイヤ改正が実施され、朝ラッシュ時の向こうが丘遊園駅新宿駅間の休校の所要時間が5分短縮され、また特急、江ノ島号の増発が行われた。1998年8月22日改正では、 相模大野駅改良工事完成と、急行の全線重量編成化が行われた。この改正から、特急ロマンスカー、箱根号、足柄号、江ノ島号の相模大野駅及び、足柄号の秦の駅停車を開始した。なお、本釘沼駅及び、釘沼海岸駅については、ホーム延伸が行われず、重量編成で運行される、急行和両駅を通過することになった。 同日より、江ノ島線6階駅は6階日大前駅に改称された。1999年、ホームウェイ号、サポート号新設1999年から運行を開始したホームウェイ号1999年7月17日改正では、主に特急の運行体系、列車名が大幅に変更された。それまで、相模号、 足柄号として運行されていた列車はサポート号に一本化されたほか、18時以降に新宿駅を出発する特急についてはすべてホームウェイ号に変更された。また、町田駅、本厚木駅、秦野駅へ停車する特急の本数が増加した。平日の一部休校に限り行われていた相部大前駅停車については本改正で廃止となった。また、それまで、 多摩線と小田原線を直通する列車は朝方、上りだけの設定であったが、本改正で、新宿駅始発から木田駅業の各駅停車が新設された。さらに、24時台の列車本数を一本減便すると、共に、平日の新宿発最終列車が、向こうが遊園駅域から、共同駅域に変更になるなどにより、最大13分繰り上げられた。なお、 首都圏の JR 及び大手施設では初の終電繰り上げとなった。2000年箱根登山線直通急行の増発など2000年12月2日、改正では高架化の進展に伴い共同駅に停車する準急の設定を大幅に増加させた。共同駅が高架化に伴い重量編成が停車可能になったことを受けたもので、朝ラッシュ時の上り準急のみ通過する。同時に、 相模大野発着の営断千代田線直通準急の大幅な増発を行った。また、箱根登山線直通の急行の増発が図られ、日中の運行本数は毎時2本から4本に倍増した。これに伴い、箱根登山線小田原駅箱根湯本駅間では、箱根登山鉄道の車両は日中は走らなくなった。このほか 急行の停車駅に湘南大駅が追加されたほか、急行と特急ホームウェイ号においては多摩線直通列車が設定され、初めて多摩線に急行と特急が走るようになった。このうち、急行は初めて千代田線直通として平日の朝ラッシュ時に設定された。またこの改正より、千代田線車両が小田急線内で夜間留置となる運用が登場した。 2002年湘南急行、多摩急行が登場2002年に運転が開始された湘南急行2002年3月23日のダイヤ改正では江ノ島線に速達列車が設定された。江ノ島線系統では新宿駅藤沢駅間において湘南急行の運転を開始した。これは2001年12月から運転を開始した東日本旅客鉄道の 湘南新宿ラインへの対抗措置として位置、続けられている。また、千代田線直通列車については、相模用の発着から多摩線発着に変更となり、新種別として多摩急行が設定された。多摩急行以外にも、朝ラッシュ時における、唐木大気発営団千代田線直通綾瀬駅企業の急行の増便が行われた。その他の改正内容は、以下の通り、 2003年3月29日改正では、急行停車駅に、栗平駅が追加されたほか、ホームウェー号、湘南急行及び多摩急行の増発、急行の10両編成での運転、各駅停車の8両編成での運転を増強した。2004年快速急行、区間順急が、登場2004年に、複々線区間が延長された2004年12月11日に、 実施されたダイヤ改正で最大のトピックスは、小田原線梅ヶ丘駅、北見駅間の複々線下完成である。複々線改善、各駅停車が優等列車を退避できる駅は、共同駅、成城学園前駅のみで、この区間で優等列車が追い越し可能な各駅停車の本数も2本が限界であった。1997年に一部区間が、 複々線化されてからもさほど変化はなかったが、本改正ではまとまった区間の複々線化が行われたことにより環球分離運転を実現し、優等列車が各駅停車の運転に縛られることなくダイヤ設定を行うことが可能になった。これにより、特にラッシュ時の優等列車については大幅なスピードアップが図られた。この複々線化を機に、 小田原線下北沢駅から新百合ヶ丘駅間をノンストップで走行する快速急行の運転を開始した。新宿駅小田原駅、藤沢駅間での運転で湘南急行は快速急行に発展的解消することになった。また、同時に増発も実施された結果、江ノ島線方面の速達列車が多くなったことから、江ノ島号は減便されることになった。 特急ロマンスカーでは列車名の変更が行われ、従来の箱根号及びサポート号を整理し、箱根登山鉄道直通特急を箱根号、小田原線内発着特急を相模号に統一した。相模号の愛称が復活したことにより、1999年から使用されてきたサポート号の愛称は消滅することになった。また、 本改正では平日ラッシュ地上りに通勤利用者向けの相模号の運行が開始されたが平日朝7時台に新宿に到着する特急は本改正で初めて設定されたものである。このほか、平日の日中と土休日ダイヤにおいて急行が共同駅にも停車するようになった。また新種別として区間準急の運行が開始された。停車駅は 新宿駅、代々木上原駅、下北沢駅と梅川丘駅伊勢の各駅で、東北沢駅での工事により、同駅での優等列車退避ができなくなったため、この区間に限って優等列車と同様の速達性を持たせる目的である。その他の改正内容は以下の通り。また、本改正の前日12月10日をもって、初代4000型は運用終了となった。 2006年3月18日改正では、主に箱根登山線小田原駅箱根湯本駅間におけるダイヤ改正が実施された。それ以外のダイヤについては、軽微な変更にとどまっている。それまで、日中の列車については全列車が小田急の車両での運行となっていたが、本改正後、同区間において、朝夕に残っていた箱根登山鉄道の車両による旅客列車をすべて、 小田急の車両に置き換えた。本改正後、小田原駅、入りう駅間の参戦機場は順次撤去されている。その一方、箱根登山鉄道の車両出入庫のため、入りう駅箱根湯本駅間の参戦機場はこれ、以後も維持されている。なお、本改正前の同区間は、小田急の車両は、小田急の乗務員が、 箱根登山鉄道の車両は箱根登山鉄道の乗務員がそれぞれ担当していたが本改正後は箱根登山鉄道の乗務員も小田急の車両を担当するようになった2008年ロマンスカー地下鉄乗り入れ2008年から地下鉄に乗り入れを開始したロマンスカード休日ダイヤ2008年3月15日平日ダイヤ2008年3月17日改正本改正では 東京地下鉄千代田線直通の特急、メトロ、相模号、メトロはコネ号、メトロホームウェイ号、イリゾート号の運転開始と、それに伴う6万系、ムズの営業運転開始が、最大のトピックスである。当時、地下鉄直通の有料特急列車は日本では、前例がなく、各種メディアでも大きく取り上げられた。また東京メトロ千代田線直通特急の、 運転開始に伴い、新宿発、ホームウェー号の多摩線直通列車の減便、本厚木行列車1本を秦のへ延長、相模号など休日の減便が行われた。また、成城学園前駅が特急停車駅に追加された。特急以外では、小田原線の急行において、重量編成による運転が大幅に拡大され、途中駅での分割。 連結作業の大幅な削減が行われた。これに伴い、箱根登山線へ直通する列車は4両編成による各駅停車のみとなった。その他の改正内容は以下の通り。また、12月21日には、泉玉川向こう側遊園館で行われている参戦加工事の進展により、共同、成城学園前、泉玉川、 上り戸の各駅のダイヤ修正が行われた。2009年、ロマンスカーの停車パターン変更カラーリングが変更された線経度休日ダイヤ2009年3月14日、平日ダイヤ2009年3月16日改正。本改正の主な内容としては、ロマンスカーの停車パターン、運転時刻の変更が挙げられる。東京メトロ千代田線直通特急。 メトロホームウェイは運転時刻、編成量数を変更した。東京メトロ、有楽町線直中ロマンスカー、ベイリゾートは、運転日を、各月、第2、第4土曜日に変更した。また、一部のロマンスカーの停車駅が増加し、5万経営、VSE が、初めて本厚木駅に停車するようになった。その他の改正内容は、以下の通り、 2012年特急の運用変更、一般列車の分割併合全廃度休日ダイヤ2012年3月17日、平日ダイヤ2012年3月19日改正。3年ぶりのダイヤ改正となった、本改正の主な内容としては、時間帯ごとの利便性向上と、車両運用の変更が挙げられる。東京メトロ千代田線、箱根と山線直通特急。 メトロはコネが平日にも運転され、成城学園前駅が停車駅に追加された。主要駅に停車する朝夕のロマンスカーが増発。朝霧の運転区間は新宿五天馬間となり、六万系、ムズでの運行となった。朝霧の停車駅が変更され、土休日には江ノ島との並結運転も実施。一般列車では途中駅での連結、切り離しが廃止され、 土休日に新宿小田原間の快速急行が増発。その他の改正予定内容は以下の通り。2014年多摩線前駅重量化などと休日ダイヤ2014年3月15日、平日ダイヤ2014年3月17日改正。本改正の主な内容としては、朝ラッシュ時の上り快速急行の設定と千代田線、直通列車の増発。 と、土休日の特急、ホームウェイ増発のほか、多摩線内各駅のホームが重量分に延伸された、ことに伴う、各駅停車の一部重量編成化などが挙げられる。また、一部列車の運転区間延長が行われる。なお、乗り入れ先の千代田線及び JR 常磐、観光線では、同日のダイヤ改正で、データイムに列車が増発され、このダイヤパターンの変更により支柱の、 多摩急行はすべて、唐木田駅や美子駅間の運転となった。また、多摩線に平日朝折り一本の新宿始発の準急が設定された。2015年からわかりやすい運行パターンの導入度、休日ダイヤ2015年3月14日、平日ダイヤ2015年3月16日改正。本改正の 主な内容としては、平日夕ラッシュ時の下り快速急行の増発と一部の準急用急行に、格上げと休日の午前中は、快速急行と準急、夕方以降の快速急行の増発のほか、特急ロマンスカーの発車時刻をパターン化し、下り急行は急行停車駅で、各駅停車に接続するなどが挙げられる。また、一部列車の運転区間延長が行われる。 また、乗り入れ先の箱根登山線からの新宿業ロマンスカー、急行への接続が改善され、箱根湯本発小田原業の一部列車の発車時刻が変更される。2016年日中運行パターンの大幅、変更、快速急行、千代田線直通列車の増発、ロマンスカー停車駅の追加度休日ダイヤ2016年3月26日、 平日ダイヤ2016年3月28日、改正。詳細は、以下の通り。2018年、代々木上原駅堀戸駅間、複々線化完成に伴う、新ダイヤの休日ダイヤ2018年3月17日、平日ダイヤ2018年3月19日改正。キャッチフレーズは、ハローニューオダキュ、である。 2017年11月1日に2018年3月実施のダイヤ改正の内容が発表され、その後2017年12月15日にダイヤ改正日は、土休日ダイヤが2018年3月17日、平日ダイヤが2018年3月19日と発表された。朝ラッシュ上り及び夕ラッシュ下りの時刻表もプレスリリースに含まれていた。特に重要な変化は、 以下の通りである。2019年代々木上原駅新宿駅間重量編成の各駅停車運行開始に伴う改正度、休日ダイヤ2019年3月16日、平日ダイヤ2019年3月18日、改正。特に重要な変化は以下の通りである。2020年度休日ダイヤ2020年3月14日、 平日ダイヤ2020年3月16日改正。特に重要な変化は以下の通りである。2021年度休日ダイヤ2021年3月13日、平日ダイヤ2021年3月15日改正。特に重要な変化は以下の通りである。小田急では新宿駅から稲田上戸駅までの区間を、サバ区間、稲田登戸駅以西の区間を、 インター区間と称していた。開業当時、サバー区間では最大10分間隔で運行し、インター区間での運行間隔は45分から60分となっており、稲田上戸駅を境に運行頻度が大きく変えられていた。これは戦後も長らく継承されてきたが都心からの通勤圏拡大や多摩線の開通、東京メトロ千代田線への直通運転に伴い、現在では サバー、インターの境界は新百合ヶ丘駅もしくは相模大野駅に移ったとみなされることが多く、またその分類基準も運行間隔から種別に移っている。途中で種別を変更する列車の場合、2018年3月のダイヤ改正後からは始発駅から最終行き先を表示し、種別変更される駅では種別のみ変更を行う。 2018年3月のダイヤ改正前までは、最終行き先ではなく、種別が変更される駅までの行き先を掲出し、種別変更される駅では、行き先表示も変更されていた。例えば、新宿から相模大野まで急行で、相模大野から先は、各駅停車となる場合には、行き先表示は相模大野までは、急行相模大野となっていた。これは、 昔から小田急が得意としていた方法とも評されている。前述の例では、相模大野で入庫する列車でも同じ行き先表示となっていたので、相模大野に到着後にどうなるのかは案内に注意する必要があるとされていた。1927年の開業当初、小田急の列車種別は各駅停車と直通の2種類で、 同年10月15日に休行という種別が設定された。戦時中は各駅停車のみとなるが、戦後にはまず直通が準急として再開され、さらに1948年からは特急の運行が開始された。1949年10月1日には休行の運行も再開された。百五十五年に通勤休行特別準急という種別が登場。 さらに1957年には下記のみ、快速急行が設定され、1959年には、準特急という種別も新しく設定された。1960年には、通勤・準急が新設されるが、この時点での列車種別は、特急、準特急、特別準急、快速急行、急行、通勤・急行、準急、通勤・準急、各駅停車と8種類になった。 その後、種別については、統廃合が進められ、まず1963年に準特急が廃止され、1964年に快速準急が登場した際に通勤準急は、準急に変更されている。1968年には、特別準急が、連絡急行に変更され、1971年には、通勤急行と急行が統合され、1972年に、 快速準急が急行に格上げされた。1991年に連絡急行という種別が特急に格上げされたため、小田急の列車種別は特急、急行、準急、各駅停車の4種類のみとなった。しばらくはこの状態で推移したが、2002年には湘南急行、多摩急行という種別が設定され、2004年には 湘南急行が廃止になった代わりに、快速急行が復活し、区間準急が新たに設定された。2016年に、区間準急が廃止され、さらに2018年に、多摩急行が廃止されて、通勤急行、通勤準急が復活したことにより、小田急の列車種別は、特急、快速急行、急行、通勤急行、通勤準急、準急、 各駅停車という7種類となった。以下、種別ごとに遠隔と外境を記述する。特急特別準急連絡急行準特急1953年4月21日のダイヤ改正で設定された料金不要ながら座席定員制のサービス急行として運行を開始した列車がその期限である。1959年4月21日の ダイヤ改正で準特急料金が設定され、準特急に格上げされた。特急用車両の絶対数不足と接客設備の格差によるものであり、車両はセミクロスシート車で2320系電車及び、特急から格下げ改造された2300系電車が使用され、小田原線内はノンストップで、土休日のみの運行であった。 1963年4月1日ダイヤ改正で廃止。特殊急行特別料金は不要だが、特定の目的の旅客に対して設定し、停車駅が少ない列車である。快速急行快速急行という種別が、初めて登場したのは1957年夏の江ノ島線における下記輸送ダイヤからで、新宿と片瀬江ノ島の間に運行された。方向版。 方向幕は空色をベースとして、水色の円形という専用のデザインであった。停車駅は年ごとに異なっていたが、むね小田原線内では急行停車駅と同一で、江ノ島線内では相模大野と藤沢の間はノンストップであった。車両については、普段は優等列車に入らない車両も使用されていた。1970年代に入ると停車駅は急行と同様になり、 快速急行という種別も使用されなくなった。その後、2004年12月11日のダイヤ改正で、再び快速急行という種別が登場した。これは後述する湘南急行を発展させたもので、江ノ島線だけではなく、小田原線相模大野伊勢の区間においても、設定された。設定当初の停車駅は、新宿、代々木上原、下北沢、新百合ヶ丘、町田、 相模大の中央林間、大和湘南台、藤沢、片瀬江ノ島の各駅で、小田原線の相模大の異性は急行停車駅と同一である。路線図や車両の種別表示において、快速急行を示す色は大々色である。2016年3月26日ダイヤ改正にて、日中ダイヤにおいては、新宿から江ノ島線、藤沢及び小田原線方面に、 毎時3本ずつ、各方面20分間隔での運転に大幅拡大され、急行に代わって、相模大野伊勢に直通して、長距離速達輸送を担う中心的輸導列車となった。さらに、小田原線方面の快速急行はそれまで、小田原発着のみだったが、この改正で、毎時3本のうち1本が、新松田発着となった。 2018年3月17日のダイヤ改正で、停車駅に、上戸駅が追加され、多摩線でも運転されるようになった。多摩線内の停車駅は新百合ヶ丘、栗平、小田急長山、小田急多摩センター、唐木田の各駅で、急行停車駅と同一である。さらにこの改正で、小田原線方面と江ノ島線方面の日中ダイヤが、見直され、 小田原線方面の快速急行は、全日大半が、小田原発着に、江ノ島線方面の快速急行は、土休日大半が、片瀬江ノ島発着となった。停車駅の変遷を表にまとめると以下のようになる。設定上停車したことがない駅は、不掲載。判例、停車、通過湘南急行2001年12月から、JR 東日本で、 湘南新宿ラインの運行が開始されたことを背景として2002年3月23日ダイヤ改正から設定された種別である。江ノ島線内でそれまで急行停車駅だった南林間と長後を通過することで急行より所要時間が最速で5分短縮され新宿と藤沢を最速57分で結んだ。当初は 土休日の四往復は片瀬江ノ島駅まで乗り入れていたが、2003年3月29日のダイヤ改正では増発と同時に、すべての列車が藤沢で折り返しとなった。車両の種別表示において、湘南急行を示す色は、大々と赤の二色であった。2004年12月11日のダイヤ改正で、前述した快速急行に置き換えられ、廃止。 玉急行玉急行の種別色は、ピンク2002年3月23日ダイヤ改正から、設定された種別で、2000年12月2日のダイヤ改正で増発されていた日中の千代田線、直中準急を玉線に振り向けた上で、速達性の向上を図ったものである。停車駅は、代々木上原、下北沢、共同、成城学園前、上りと、新百合ヶ丘、 栗平、小田急長山、小田急多摩センター、唐木田の各駅で、当時急行通過駅であった共同は停車したのに、対し、急行停車駅であった向こうが丘遊園は通過となった。2004年12月11日のダイヤ改正以降、路線図や車両の種別表示において、多摩急行を示す色はピンク色であった。2016年3月26日のダイヤ改正で、 日中ダイヤの大規模なパターン変更が行われ、日中時間帯の本種別は、向かいが丘遊園にも停車する急行に種別変更されたため、通勤時間帯のみの運転となった。2018年3月17日のダイヤ改正で廃止。急行1927年10月15日のダイヤ改正で初めて設定された種別である。設定当初の停車駅は、新宿。 共同、稲田登りと、新原町田、相模厚木、伊勢原、大震や新松田、小田原であった。当初は、毎時一本運行であったが、需要が少なかったために1928年4月以降は、3往復に削減された。1929年4月1日に、江ノ島線が開業すると、江ノ島線にも不定期列車ながら急行が設定されたが、 江ノ島線内の停車駅は、藤沢と片瀬江ノ島だけであった。戦時体制に入った1944年11月に、急行は一旦全廃された。戦後の運行再開は、江ノ島線の方が早く、1948年の夏季、海水浴輸送で、江ノ島線に不定期急行が復活した。翌1949年4月1日のダイヤ改正では、小田原線にも、 急行の運行が再開された。この時の停車駅は、新宿、下北沢、稲田玉川、新原町田、本厚に、伊勢原、鶴巻、大深や渋沢、新松田、小田原で、1日3往復であった。1950年10月1日のダイヤ改正では、小田原線急行は1日10往復に増発され、 そのうち7往復が箱根と残線箱根江本駅まで乗り入れた。また、1950年10月から1952年3月31日までにかけて段階的に GHQ 専用列車の設定が廃止されたことに伴い、米軍関係者の利便を図るために一部の急行が相舞台前に停車するようになった。1五十一年十月五日改正では、 日中の小田原線急行は1時間間隔で運行されるようになり、1952年12月1日のダイヤ改正では停車駅を稲田玉川から稲田登り戸に変更した。1955年3月25日ダイヤ改正では停車駅に相模大野が追加されたほか、日中の小田原線急行が30分間隔で運行されるようになった。 この時期の江ノ島線の急行では、平日の通勤時間帯に6回に一部列車が停車したほか、ゴルフ客の利用の便を図るために、中央林間にも一部の急行が停車していた。1959年4月1日のダイヤ改正からは、それまで不定期運行だった江ノ島線の急行が定期列車として設定された。 その後しばらく動きはなかったが、1964年11月5日のダイヤ改正では急行の8両編成化が行われ、日中の急行のほとんどが相模大野駅で分割、併合を行うようになったため、江ノ島線の急行も30分間隔で運行されるようになった。1970年11月9日、ダイヤ改正では全列車が上り戸に停車を開始した、ほか、 土曜日に限り運行する不定期休校が設定されている。1971年4月19日ダイヤ改正では、全列車が成城学園前に停車するようになり、工日する通勤休校との種別統合が行われ、通勤休校の停車駅がそのまま休校停車駅となった。このダイヤ改正から、海老名に一部の休校が停車するようになった。 1972年3月14日、ダイヤ改正では、快速準急がすべて急行に格上げされ、日中の小田原線の急行は、毎時4本運行されることになった。その後の1972年12月18日からは、海老ダと共に、愛好医師だ、大根が、終日急行停車駅として加わり、これによって、急行は本は次と新松田の間を各駅に、 停車するようになった。なお、1973年に登場した急線、型において、黒字に赤文字で、休行という種別表示が用意され、その後休行という種別を示す色として、赤色が使用されるようになった。1974年6月1日には、多摩線の分岐駅として新百りが丘が開業し、当初から休行停車駅となった。 1978年3月31日から、千代田線との直通運転が開始されたことに伴い、代々木上原が、急行停車駅に追加された。1983年3月22日ダイヤ改正では、一部の急行の停車駅に、香山、文津、小樽ほ足柄が追加された。1990年3月27日からは、 中央臨間が休校停車駅に追加された。1991年3月16日ダイヤ改正では、土休日ダイヤが実施されたことに伴い、土曜日のみ運行されていた、不定期休校の設定はなくなった。一方、休校の重量編成化の進展により、1998年8月22日のダイヤ改正からは、重量編成の休校は本区下沼。 久月沼海岸を通過するようになった。1999年7月17日ダイヤ改正では、愛部大前停車列車の設定がなくなった。2000年12月2日のダイヤ改正では、湘南台が急行停車駅に追加された。また、朝方の多摩線に急行が新設された。多摩線内の当初の停車駅は、小田急長山、小田急多摩センター、唐木田であったが、 その後2003年3月29日のダイヤ改正で停車駅に栗平が追加された。また2004年12月11日ダイヤ改正では平日の日中及び土休日には共同にも停車するようになった。2016年3月26日ダイヤ改正では日中ダイヤの大規模なパターン変更が行われたのに伴い日中は 江ノ島線での運転が取りやめられた一方、同時艦隊の多摩急行は、急行に種別変更された。また、相模大野伊勢の小田原線に直通する急行も、実質的に、快速急行と時刻を入れ替える形となった上、江ノ島線に直通する、快速急行と相模大野で接続する、区間運転の急行が廃止となり、新宿発着のみとなったため、毎時3本に減便された。 一方、代々木上原、新百合ヶ丘、相模大野の各駅にて、快速急行との相互接続を図るダイヤになったため、急行は、長距離速達輸送を担う中心的優等列車から、快速急行の保管及びフィーダー輸送を担う補助的、優等列車に性格が変わった。2018年3月17日のダイヤ改正では、共同通過が平日夕方以降下りのみとなった。 また海、海正、加山、富水、小樽ほ足柄、本久下沼、久下沼海岸は全列車通過となった。2019年3月16日のダイヤ改正で、海正駅が急行停車駅に追加された。また、共同駅通過が平日下り18時22時のみとなった。停車駅の変遷を表にまとめると以下のようになる。設定上停車したことがない駅は、不掲載。 判例、停車、一部停車、通海コール、駅自体が未開設通勤急行1955年3月25日に初めて設定された。設定当初の停車駅は、新宿、下北沢、稲田玉川、稲田上りと、新原町田、本厚に伊勢原、鶴巻、大震や渋沢、新松田、小田原で、 急行停車駅に稲田上りとを追加したものであった。朝の上りと夕方の下りのみ運転された。1960年3月25日ダイヤ改正では、上りのみ、成城学園前にも停車するようになったほか、江ノ島線にも通勤急行が設定された。江ノ島線内の停車駅は、南林間山和長後、藤沢、本久毛沼、久毛沼海岸、 片瀬郷の島であった。1971年4月19日ダイヤ改正で、急行と統合されたため廃止。2018年3月のダイヤ改正でこの種別が復活し、朝ラッシュ上りに、多摩線から新宿行きの速達列車として設定された。停車駅は、急行から共同、上りと駅を除いたものとなる。小田急多摩センター始発の列車が多く設定される。 ことが特徴である。快速順九1964年11月5日のダイヤ改正で日中の準急を置き換える形で登場。設定当初の停車駅は新宿、下北沢、共同、成城学園前、上りと向岡遊園、読売ランド前、鶴川、新原町田、相模大野・本厚に、伊勢原、鶴巻温泉、大深や渋沢、 新松田、小田原と当時の急行停車駅に共同、成城学園前、上り戸を追加したもので、休日に限り、読売ランド前と鶴川にも停車した。当初は新宿と相模大野の間で運行していたが、その後小田原線全線に運行区間は拡大された。1972年3月14日、ダイヤ改正で全て急行に格上げされて廃止。準急 直通準急の種別職は緑1927年4月1日に直通として設定された種別で、停車駅は新宿、京道、稲田登戸伊勢の各駅であった。新宿発着で稲田登戸伊勢に行く列車はすべて直通として運行された。開業当初は45分間隔で運行されていたが、わずか2ヶ月後には60分間隔に減便されている。 1929年4月1日に江ノ島線が開業すると、江ノ島線への直通列車も60分間隔で設定されたが、停車駅が異なり、停車駅は新宿、京道、千歳船橋、蘇師ヶ大倉、成城学園前、北見、小前、泉玉川、稲田玉川、稲田上りと、玉川学園前伊勢の各駅であった。 第二次世界大戦末期の1945年6月に全列車が各駅停車となったため一旦廃止された。終戦後の1946年10月1日に準急として設定が復活した。停車駅は新宿、下北沢、共同、成城学園前、稲田玉川伊勢の各駅であった。1951年4月1日のダイヤ改正では、 停車駅が新宿、下北沢、共同、成城学園前伊勢の各駅に変更された。この時期は日中の休校が増発されたことに伴い、小田原線の準急は朝夕のみの運転となった。江ノ島線準急は日中30分間隔で運行されており、新原町電化相模大野で休校の退避を行っていた。1950年代までは、 特に準急という表示はなく、行き先表示板が、小田原線準急は、江ノ島線準急が、という形で、デザインされることで、区別されていた。1960年3月25日のダイヤ改正から、日中にも小田原線の準急の運行が、行われるようになり、この頃から、準急という種別表示が行われるようになり、行き先表示での区別はなくなった。 1964年11月5日のダイヤ改正で日中の準急がすべて快速準急に格上げされ、代わりに通勤という区別をする必要がなくなった通勤準急が準急に解消された。1971年4月19日ダイヤ改正からは一部の準急が共同へ停車するようになり、1972年3月14日ダイヤ改正では、 日中の準急の運行が再開された。なお、1973年に登場した急線、型において、黒地に、木文字で、準急という種別表示が用意され、その後準急という種別を示す色として、黄色が使用されるようになった。1974年6月1日からは、千代田線が、代々木公園まで延伸されたため、朝ラッシュ時の上り準急に限り、 代々木八幡に停車するようになり、千代田線の代々木上原延伸前日の1978年3月30日まで続けられた。1978年3月31日からは、代々木上原も、準急停車駅に追加された。千代田線直通準急は朝夕を中心に設定されたが、千代田線直通準急の設定にあたって、列車前の関係から、 上り一本だけが幾多、読売ランド前、百りが丘を通過することになり、小田急車内ではスキップ準急と呼ばれていた。1990年3月27日のダイヤ改正でスキップ準急は設定がなくなった。2000年12月2日のダイヤ改正では、新宿発着の準急を設定変更する形で直通準急を設定、直通列車の大幅な増発が図られた。 しかし、2002年3月23日ダイヤ改正では、日中の直通準急はすべて多摩急行に格上げされ、小田急線内の準急は、朝夕のみの運行となった。2009年3月時点での準急の、設定本数は、下り11本上り17本である。2004年12月11日ダイヤ改正以降、車両の種別表示において、準急を示す色は、緑色となった。 2018年3月のダイヤ改正で、全列車千代田線直通となった。また、停車駅に、千歳船橋、祖志ヶ谷大倉、狛江駅が追加され、共同は終日停車となり、日中の運行も再開した。停車駅の変遷を表にまとめると以下のようになる。設定上停車したことがない駅は、不掲載。判例、停車、一部停車、通過イコール。 駅自体が未解説通勤準急1960年3月25日ダイヤ改正で初めて設定された。設定当初の停車駅は新宿、下北沢、成城学園前、上りと伊勢の各駅であったが、1964年11月5日に快速準急の設定により、日中の準急がなくなったため区別の意味がなくなり、準急に解消された。 2018年3月のダイヤ改正でこの種別が復活し、全列車千代田線直通の速達種別として設定された。停車駅は、代々木上原、下北沢、共同、成城学園前と上り戸から伊勢原までの各駅である。区間準急、桜準急区間準急の種別試は、空色区間準急の運行は、1948年9月に、 設定された列車からである。この列車では、運番が桜のマークであったことから、通称、桜準急と呼ばれていた。停車駅は、新宿、下北沢、豪徳寺製の各駅であったが、各駅停車の運転間隔が拡大されたことによって、各駅停車が輸送力不足となったため、1950年2月に廃止された。 それから50年以上が経過した2004年12月11日のダイヤ改正で再び区間準急が設定された。これは複々線化工事によって東北沢の対比線が使用できなくなるため、この区間に限って優等列車と同様の速達性を持たせて線路占有時間の拡大を抑える目的で設定され、日中の新宿代々木上原間の筋はかつて、 運転されていた新宿発着の準急のものを転用することにより、代々木上原で多摩急行と接続するようにした。停車駅は新宿、代々木上原、下北沢、梅ヶ丘伊勢の各駅である。路線図や車両の種別表示において、区間準急を示す色は空色である。また優等列車ではあるが、元は確定であったことから、新宿では確定が使用する。 地下ホームからの発着であった。2015年度中に新しい列車制御システム DATSP が運用開始されたことに伴い、伏線でも運転間隔を詰められ、線路線有時間拡大の問題も解消されたことに加え、2016年3月26日のダイヤ改正で日中ダイヤの大規模なパターン変更が行われ、 梅ヶ丘、百合ヶ丘間の急行通過駅は確定のみ、毎時6本10分間隔の運転に改められる、代わりに、急行・快速急行との接続駅が統一されて、乗り継ぎによる時間短縮と利便性向上が図られたことから、種別廃止となった。各駅停車文字通り、各駅に停車する列車である。1927年4月1日の開業当時は、 新宿から共同までと稲田上りとまでの区間運転が設定されており、稲田上りと伊勢に行く各駅停車は設定されていなかった。共同までは日中5分間隔、稲田上りとまでも10分間隔という高頻度運行であったが、現実にはそれだけの需要はなく、わずか2ヶ月後には共同までは最大10分間隔に稲田上りとまでも 最大15分間隔に減便されている。1929年4月1日の江ノ島線、開業後、1934年9月の時刻表では、早朝と夜間に新原町電と小田原、片瀬江ノ島を結ぶ、区間運転の設定が確認できる。また、藤沢と片瀬江ノ島の間を運行する、区間運転の列車が60分間隔で設定された、ほか、 1938年5月1日ダイヤ改正後の時刻表では、江ノ島線への直通に接続して、通信学校と相模厚木の間を運行する、区間運転の列車が設定されている。第二次世界大戦末期の1945年6月には、全列車が各駅停車となったが、電力節約と車両保護を目的として、全線が直列運転であったため、 新宿から小田原までは2時間39分、新宿から片瀬江ノ島までで2時間2分もかかるありさまであった。戦後、優等列車の運行が再開されると、再び各駅停車は区間運転主体に戻った。1959年の時点では、新宿から成城学園前、向こう丘遊園と新原町田から小田原、片瀬江ノ島までの区間を主としており、 基本的な運行系統は15種類ほど存在した。1964年11月5日改正からは、相模大野と本厚木の間の各駅停車が15分間隔での運行に増発された。1972年12月18日からは、エビナと共に愛好医師だ、大根が終日休行停車駅として加わったが、代わりにこの区間での日中の各駅停車の設定は、 なくなった。開業以来、各駅停車では、行き先表示板のデザインを、としていた。しかし、1973年に登場した急線、型においては、黒字に白文字で行き先を表示することとなり、行き先表示のデザインで、各駅停車という種別を区別することはなくなった。また、急線型では黒字に、青文字で、確定という種別表示が用意され、 その後、各駅停車という種別を示す色として、青色が使用されるようになった。二千十八年頃から、今まで、確定と表示していた、電光掲示板や表示灯が、改めて、各駅停車と種別表示されるよう変更されている。九百八十三年三月二十二日ダイヤ改正では、一部の、急行の停車駅に、か山、富ふみず、ほたる足柄が追加されたことに伴い、 それまで急行と接続して運行されていた新松田と小田原の区間運転の各駅停車の本数が削減された。その後、1989年3月27日ダイヤ改正では、本が木と新松田の日中の各駅停車の運行が復活した。2018年3月のダイヤ改正で、千代田線直通列車が設定された。 快速1973年に登場した9線型において黒字に緑文字で快速という種別表示が用意された。この快速表示はその後8000型でも用意されていたが2002年の湘南急行、多摩急行の運行開始とともに消滅した。ありがとうございます。